レオ・アーネスト・ド・ローチャーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、ウェスト・スプリング・フィールド出身のプロ野球選手、監督。ウトウ・ミギウチ。ニックネームは、レオ・ザ・リップ。1925年に19歳で、ニューヨーク・ヤンキースからデビューする。その後2年間のマイナー暮らしの後、1928年から、ヤンキースの遊撃手として2年間活躍した。持ち前の気の強さからか、 ドローチャーに腕時計を盗まれたとするベイブルースを毛嫌いして、一問弱を起こしたり、デトロイトタイガースのタイカップをやじって、カップに詰め寄られるなどしていた。その割に、自身の打撃成績はパッとせず、当時殺人打線と呼ばれたヤンキースの中でも最も打てない選手の一人で、ルースからは、オールアメリカンアウトとあだ名を付けられていた。1930年から、 シンシナティレッツに約3年在籍、その後1937年まで当時ガスハウスギャングとして有名だったセントルイスカージナルスの遊撃手を務めた。その後、1938年にブルックリンドジャースへ移籍し、翌1939年から選手兼任監督となって1945年まで試合に出場していた。 MLB オールスターゲームには1936年、1938年、1940年の3度、選ばれている。現役時代守りの選手だった、ドローチャーの特筆すべきプレーは、レッツ在籍時の1931年9月6日、カージナルス戦で、隠し玉を使って、見え札を完成したプレーであろう。この試合の6回表、無視1塁3塁で、 カージナルスのジミー・ウィルソンがレフトにフライを打ち上げ、これを左翼手のニック・カロップが補給、タッチアップした三塁走者ジム・ボトムリーは本塁で封殺される。この間に一塁のチック・ヘイフィーは二塁を落とし入れ、星から遊撃手だったドローチャーに送球されるも走者はセーフとなる。ドローチャーはこの後補給したボールを投手に返さず、二塁手のトニー、ッチネロにこっそりと 手渡し、気づかなかった、ヘイフィが離類したところを二類種がタッチしマンマと、アウトにした。隠し玉が絡んだ、見え札は、メジャーリーグ史上このプレートもう一例の計二例のみで、ある。ドローチャーは1939年、33歳の若さで、ブルックリンドジャースの監督に就任し、3年目の1941年には、チームを、 ナショナルリーグ制覇に導いた。1947年シーズン開幕前に突然、姿を消してしまう。ハッピー、チャンドラーコミッショナーが調査した結果、新進女優のラレーエンデーと手を取って駆け落ちしていたことが判明した。他の理由も含め、チャンドラーは、1947年シーズンの出場停止という裁定を下した。ところが、 皮肉にも代理監督のもとでドジャースはリーグ優勝してしまい、ドローチャーがデビューを後押ししていたジャッキー・ロビンソンもこの年に MLB デビューを果たしている。1948年途中、ライバルチームのニューヨーク・ジャイアンツに引き抜かれた。1951年にナショナルリーグ優勝決定プレイオフでフルス・ドジャースと対戦して2勝1敗で破り、リーグ制覇。 プレイオフ第3戦では9回裏の2から4で2点リードされた状況で、ボビー・トムソンが打席に入るときに、今、君がここで逆転さよなら本塁打を打つと、神のお告げがあったとトムソンに囁いたと伝えられている。現実もその通りとなり、世界中を駆け巡ったホームランと表現された。1954年にはワールドシリーズでクリーブランド・インディアンスを4勝0敗で破り、 ワールドチャンピオンに輝いた。1955年にジャイアンツの監督を退いた後、1961年から4年間、ロサンゼルスドジャースのアシスタントコーチを務めた後、1966年にシカゴカブスの監督に、1972年途中にはヒューストンアストロズの監督に就任、1973年まで監督業を務めた。 熱血感としての側面もあり、退場となった回数は通算で124回にも及ぶ。1991年10月7日、カリフォルニア州パームスプリングスで死去。死後の1994年に監督としてベテランズ委員会の選考によってアメリカ野球殿堂入りを果たしている。1976年には太平洋クラブライオンズが ドローチャーを監督に招兵。契約までこぎつけたものの、直後に病気で倒れ、結局来日することはなかった。用意されていた背番号は2。ドローチャーの招兵をライオンズのフロントが発表した時、日本の野球ファンや野球マスコミからは驚きの声が上がったものの、一方で、ハッタりではないかという疑問の声も上がっていた。果たして、ドローチャーの来日は実現しなかったために、 マスコミから話題作りではないかと批判の声が上がった。当時太平洋クラブの選手だった、真由美やきのは2012年にドローチャーの時は最高やったね。キャンプになっても監督が来ないんだから。で、ある時監督から話があるからということで選手が集められて行ってみるとそこにはテープレコーダーだけが置いてあって英語で何かバーッと喋ってさ。 テープの声を聞いただけで、おじいちゃんだってわかるぐらいの年より、こんな言い方したらは悪いけど、はじめから鬼頭さんが監督をしとったら、話題性がないんで、ドローチャーの名前を使ったんじゃないかのかなぁと語っている。しかし、オーナーの中村長吉や、青木十さん、坂井康幸らは強く否定し役まで、病気のために来日断念となったと主張した。メジャーリーグ通りの伊藤和はこのドローチャーと、 ライオンズの契約書を境から見せられ、それは紛れもないドローチャーの署名とともに年俸5万ドルとあったという。公認監督はヘッドコーチの鬼頭正和が就任したが、太平洋クラブはこのドタバタ劇もあって、チームの士気が上がらず、最下位に転落した。なおドローチャーはこの時71歳で、生まれた1905年は日本の元号にして明治38年で、 1976年当時、明治生まれの監督、コーチは、すでに各球団から姿を消していた。ありがとうございます。